その先輩スタッフが、お前なんでカメラ回ってる時にそれ言わねえんだよって。あっ、耳鳴りがひどいです。私行きたくないです。うにょんうにょんに溶けてるんです。じーっと見てるんです。事故物件住みます芸人松原谷志です。さあ、今回はいよいよ4件目でございます。4件目はね、もう大阪から飛び出しまして、いよいよ関東進出。まあ、おかげさまでですね、事故物件に関するお仕事を東京からもいただくようになりまして、これ、東京にも事故物件あった方がいいんじゃないかなと思いまして、いつもめちゃくちゃ事故物件を調べてくれる不動産屋がいましてね、いつも束のようなこの資料を持ってきて、孤独死ばっかりであんまり面白くないかもしれないですけど、大丈夫ですかねみたいな言いながら、見つけてくる人がいるんですけど、その人に探してもらったところ、さすがにね、都心、まあ、東京はね、高いんですよ、事故物件とはいえ。で、何かいいのないかなと思って探して見つかったのが千葉の、まあ、とある物件が 1K6 畳なんですが、家賃が27,000円。はい、もともと通常は4万円ぐらいだそうですね。こちらが27,000円ということで、あ、もうここに決めましょうということで、契約をしました。で、これがね、2017年の7月から2018年の6月まで一応借りてるということですね。で、結構まあ偏僻なところっちゃ偏僻なところなんで、移動には不便ではあるんですが、とりあえず初日ちゃんと泊まってみようということで行くんですけど、この千葉の物件何があったかというと、薬の過剰摂取で20代の女性かなが半年前にも亡くなっているという物件で、まあ、これもちょっと初めてのパターンだなということで進み始めるんですけど、初日に玄関のドア開けて部屋に入った瞬間に急に力が全身から抜けまして、ヘナヘナヘナってなって、そのまま倒れ込むんです。で、これはね、事故物件4件目初日ですっていうのをこの動画配信しながらこう部屋に入ってたんですよね。だから動画配信されたまま僕そのまま地面にこうへたり込んで、カメラがずっと壁を映したまま朝まで配信を続けられてたっていう状態なんです。で、僕そのまま意識を失って、気づいたらもう昼になってるんですよね。で、うわ、すっげえ気を失ってたって思って、で、あ、そうや、動画配信してたって思って、そのスマホをね、見て、あ、すげえ4時間も録画されてる。え、何が起きてたんだろうと思って、アーカイブを見るわけですよ。そしたらですね、画面に映ってるのはほんと壁だけなんですよ。急にガタンってなって壁だけずっと映ってるんですけど、しばらくして、ピピ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 っていう音が残されてる映像に入ってるんですよね。それがずーっと入ってるんですよ。ピピ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 ピ。これ何やろうなと思って、視聴者がね、コメントを自由に書き込めるようになってるんで、コメントが残るんですけど、なんか変な音がずっと鳴ってる。谷さん大丈夫かなってみんなこう心配してるコメントが入ってるんですよ。で、このピピピピ何なんだろうってみんなが気になってる。これ何やろうなと思って。ちょっとわからへんけど、とりあえず一旦外に出ようと思って、玄関の扉を開けたら、ピピ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 ってなるんですよ。うわ、なやこれって言ったら、その借りたアパートの正面に一軒家があるんですけど、この一軒家の塀に防犯センサーが仕掛けられてるんですよ。そのセンサーの前に立ったら、ピピピピってなるっていうことなんですよね。なんやこれって思って。まあ、それからも何回か家行くんですけど、やっぱ玄関入ろうとしたら、ピピピピってなったりする。まあそのセンサーの前を通るとピピピピってなるんですけど、そう考えたら、あの初日の晩夜中中ピピピピなってたのって、玄関の前に誰かがいたのかなと。そう考えるとちょっと気持ち悪いなっていう、まあそれが始まりだったんですが、そこから結構しばらく行かなかったの、部屋に。遠いから。なんだけど、とある番組のロケが入りまして、まあとあるタレントさんが部屋に来てくれると、で、それを撮影しましょうっていうロケだったんですけど、そのタレントさんがすごい霊感があるタレントで、なんか僕のその部屋に近づくにつれて、もう耳鳴りがひどいです。私行きたくないですって言い出すんですよね。で、いざ部屋の前に着きました。そしたらそのタレントさん、本当に無理ですって言って泣き出して、で、前代未聞なんですけど、現場まで行って部屋に入らずにロケが終わるっていう、そういう、まあ、ロケになったんですよ。で、さすがにもうそのタレントさんも結構情緒不安定になっちゃったんで、そこまでひどいのかと思ってたんですけど、番組のスタッフさんも、まあまあ、これはさすがに無理強いはできないなということで、片付けを始めるんですよね。いろいろカメラ仕掛けてたので。なんか若い AD の女の子が、その、僕の部屋の玄関を見ながら、あれ、誰かいますよって言うんですよ。その先輩スタッフさんが、お前何言ってんの、早くいいから片付けろよって言うんですけど、その AD さんが、いや、あの、谷さんの部屋の上の階の柵に、女の人がずっとしがみついてるんです。その人が、あっち行け、あっち行け、あっち行けってずっと言ってます。
そしたら、その先輩スタッフが、お前なんでカメラ回ってる時にそれ言わねえんだよって言って、また怒り出して、かわいそうやなって思ってたんですけど。まあその子は多分見えるんでしょうね。なんかそんなこともありながら、まあさすがにやっぱりなんかあるんだろうな、この部屋はと思いつつ、まあしばらく何回か部屋泊まったりするんですけど、ちょっと家財道具がないんで、まあ写真見てもらったら、あれなんですけど、なんていうの、ゴルフの練習する用の芝生みたいなと、寝袋と安いキャンプ用の椅子。もうこれだけです、家財道具。で、ここで僕こう寝袋にくるまって寝たりして、まあティッシュを枕にしたりとかね。生活してたんですけど、でもなんか気持ち悪いなと思ってて、でそこから今度別の番組、ニコニコ生放送の番組で、事故物件工事サイトの、大島てるさん、他まああと村田ラムさんとか、2軒目で一緒に過ごしたカシューナッツとかね、みんなで谷市の4軒目の事故物件に行こうみたいな企画で来るんですけど、大島てるさんがね、いろんな事故物件を見回ってる方なんですけど、部屋に入ってその廊下から奥の部屋に入ろうとしないんですよ。でもてるさんって霊感ないですよね。はい、私には霊感はないんですが、なんかこれ以上先には行きたくないですね、とか言って、かたくなに行こうとしないんですね。ただ、大島てるさんって皆さんご存知ないかもしれないですけど、食いしん坊なんですよね。なので、その部屋に入ると、スタッフが用意してくれたケータリングのお菓子があるんですよ。で、うまい棒がてるさんの目の前に置かれてて、でもてるさん、うまい棒は食べたいけど、部屋には入りたくないから、じーっと見てるんですよね、うまい棒。それが、この、写真なんですけど。でそんなテルさんがまた2回目部屋に来ることになりまして、今度はポテトチップスとかね、大量のお菓子を部屋に置いてたんです。そしたらこれ見てください、簡単に部屋に入り込みます。そしてあのゴルフの芝生に寝転びながらポテトチップスを食べてるんでね。そして割り子そば、コンビニのおそばが、ケータリングで置かれてたんですけど、これすごいですよ、二口で食べてるっていう、ね、おそばをあの6つに分かれてる割り子そばを一口で3つ分のそばを食べるんです。まあ、これ全然事故物件と関係ない画像なんですけども。で、まあ、結局ね、1年間、約1年借りたんですけど、部屋に行った回数で10回か12回、1回、なんかそれぐらいしか行ってないんですよ、結局。東京行っても漫画喫茶に泊まったりして、あんまり行けてなかったんですが、ここがね、1年で退去しちゃうんですけど、退去してから半年ぐらい経ってからかな。不動産屋から電話がかかってくるんですよ。なんだろうと思って電話に出たら、松原さんですよね、はい。あの前入居されてましたよね。あ、はい、してました。退去届の備考欄に向かいの家のセンサーが、うるさいっていうことと、あと玄関のドアが謎の液体をぶちまけられて、下の方が溶けていると書かれていたんですが、どういった状況か説明していただくことはできませんかって言われて、えって思って、僕退去届にそんなの書いてないなって思って、あの向かいの家のセンサーがピピピピうるさいっていうのは確かにありましたけど、玄関のドアが溶けてるっていうのは僕知らないですけどねって言ったら、不動産屋が電話越しに、あっって言うんですよ。ん？って言ったら、あ、すいません、前の住人の方と間違えてました、松村さん、前の住人の方でしたね、失礼しました、ブチって切られるんですよ。えっ？ってそしたら、どういうことかというと、僕が退去した後に次誰かあの部屋に住んだんですよ。で、その人も、向かいの家の防犯センサーのピピピピがうるさくて、すぐに退去したと。プラス、玄関のドアの部分、謎の液体ぶちまけられたっていう出来事があったみたいですね。で、これはどういうことだろうと思って、もう退去してるけど、もう一回住んでた家に行ったんですよ。そしたら、僕が住んでた部屋の玄関のドア、下がね、うにょんうにょんに溶けてるんですよ。それがこれ。はい。だからね、もう、わからん。何が何なのか。考えられるのは、向かいの家に住んでる方が何かしらこの僕の部屋に向かって、なんだろう、防犯センサー仕掛けたり、まあその謎の液体ぶちまけたのは誰かはわかんないけど、何かがあるのかなっていう。で、防犯センサーも誰も通ってないのにピピピピ鳴ることがあって、一体何に向けてこのセンサーを仕掛けられてるのかなという、まあそういう物件ですね。はい。まあこちらの物件については、二見書房から出しております。事故物件階段怖い間取り。そして事故物件階段怖い間取り2、こちらの方に、詳しく書かれておりますので、よかったら見てください。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ボタンを押してくれないと、あなたの家にピピピピと大島テルが行きますよ。